大変申
マグワックのライフルを始めると、たまには筋肉を走り切る、工事の切り替えの早い、アレスのキャッターを分かるんじゃないかということで、前半戦、ここまでは、そのまま気にしている首位を、首位で出すことができました。しかし、後半、マグワックの選手を獲得ということで、こういう地域になった。選手たちはチームが戦術、フロントの大会場の雰囲気含めて、いろいろ2位以内に逃がらなかったということは、そこに何か問題があるだろうということで、今私は通過しております。この問題については、来たる来シーズンの事業計画でしょうか、予算の中に関しておりませんというわけですけれども、こちらの道路ということは車の現場がありますので、差し控えたいと言われておりますが、間違いなく来シーズンにつながる来シーズンの結果だということが来シーズンに証明できるように取り組んでまいりたいと思います。細かい話については、1月の新年度の新体制方法ではないので、皆さん方に考えられていただく約束をここでさせていただきます。終わりばかりするつもりもなく、今シーズン、私が社長になって7ヶ月半過ぎたんですけども、最初と今と、このスタジアムの中の雰囲気は、外の雰囲気、あるいは街の雰囲気は随分変わったんではないかなというふうに思っております。サッカーという企画に長い人に向かったように、答えの数々がある街に深くもなく、ポスターもあまりなく、スタジアムには心が寝れば去年は1000人ちょっとしか、まあ、雨が降れば7人とか4人とか、そういう方々としか誤解されなかった方々は、例えば今は駅前を筆頭に大通り、それから町人商店街、ラッキーやポスターが飾られ、カタールのユニフォームや T シャツを着た人たちが街を歩き、スタジアムには去年の倍以上のスクラップが今日の人数を含めますと3000人近い1試合あたりの野球のファン、サポーターの皆様方に見守られて、チームは戦うことができました。それを通じて、皆様方が笑い、そして泣き、喜び、自分の感情を一心不乱に野球をすべきか、そういう場面を何度も体験させてもらいました。2日前の新聞に書いたんですけども、人間というのは、無力であり、無感度であり、無感度であることが一番大きい、つまらんことであります。その対極にある皆さん方の笑顔、涙ですら見てきまして、また富山を取り合ってよかったなと、その寸前のところまで来ているんではないかなというふうに思っています。サッカーは、このサッカーをこのまま続けて、来年は勝ちが先行し、喜びが先行するような、そういうサッカーを目指してまいります。皆様の悲しみや怒りが喜びのことで、どん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 転化されていく、そういうサッカーを目指す。またクラブ運営のサッカーだけではなく、街に出ていき、応援の方々やハンディキャップを持ちの方々、そういった方々にも同じように、ピッチ、スタジアム以外のところで楽しんでいただける方々の富山を目指していきたいと思っております。
そういうイベントをいっぱいやりながら、皆様に寄り添い続けることを試合なしで行ってまいりたいと思っております。そして、迎える来シーズン、必ずや結果を残すよう、今から勝利してまいります。フロントは12月1月が勝利です。ここで来シーズンの始まり方が決まってしまいます。無限なく戦ってまいりますのでありますので、続きの応援をよろしくお願い申し上げます。